日本語の森の本です。本屋さん、アマゾンで買ってね。毎度おおきに、皆さん元気にしてはりますか？皆さんこんにちは、日本語の森のゆかです。京都の人の話し方をちょっと真似してみました。どうでしょうか？今日は私の第二の故郷である京都を皆さんにご紹介します。私は神戸出身なんですが、実は大学生の時に京都で4年間一人暮らしをしていました。遊びも仕事もお酒も恋愛も全てを学んだのがこの京都です。私の青春が詰まっている街ですね。京都の中でも特に賑やかで観光地となっているのがここ四条河原町です。京都の街は縦の道と横の道がきれいに通っていて、道にそれぞれ名前がついています。場所を表すときはその縦の道と横の道の名前を言います。ここは四条通りと河原町通りという道が交わっているところなので四条河原町と言います。この大きな川は鴨川という有名な川です。ここに見えているのはレストランの外の席ですね。鴨川がよく見える席で川床とか川床と呼ばれています。5月から9月の夏の時期にしかない席なんですよ。今日はここでお昼ご飯を食べたいと思います。さて問題です。これは何と読むでしょうか？正解はポント町です。読めないですよね。覚えなくても大丈夫です。京都らしい料理屋さんが並んでいる有名な通りなんですよ。大学生の時、この通りにあるお店で初めてのアルバイトをしました。いやー、いっぱい怒られたな。お店に入ったので、まずはビールで乾杯です。今日は母と京都に来ているんですが、実は私の母もお酒をよく飲みます。遺伝ですね。ハモを使ったお料理をいただきました。ハモというのは魚の種類です。うなぎみたいに細くて長い魚です。京都ではハモの料理がとても有名です。空にトビがたくさんいました。昔京都の道を歩きながらメロンパンを食べていた時に、この鳥が後ろから飛んできて私のメロンパンを3分の2くらい持って行ってしまったことがあります。それからこの鳥が怖いです。本当に怖い。怖かったん？見えたらあかんと思ってドキドキしてた。幸せそうですね。この席本当に最高でした。ビールがいつもの5倍美味しかったです。ここから見る鴨川もすごく綺麗ですよね。お腹がいっぱいになったので買い物をしましょう。この辺りには京都らしい可愛いものがたくさん売っています。カランコロン京都は可愛い雑貨が売っているお店です。私が大学生だった頃もよく来ました。撮影していいよと言っていただいたので、ちょっと中を撮らせてもらいました。遊んだので少し休憩をしましょう。
橋の横に階段があって川の近くまで降りられるようになっています。川の水も本当に綺麗ですね。鯉もいるみたいですね。休憩もできたので次は上の方に行ってみましょう。これは八坂神社です。京都でとても有名で大きな神社です。春になると桜がとっても綺麗なんですよ。大学1年生の時にここの公園でお花見いっぱいしたな。懐かしい。八坂神社から少し歩いたところに私の大好きなお店があります。今日はこれをみんなに見てほしくて京都へ来たと言っても言い過ぎではありません。じゃーん、綾小路というお店です。何のお店かわかりますか？ヒントはこの看板。入ってみましょう。さあ、何のお店かわかりましたか？ここはガマグチの専門店です。ガマグチというのはこれのことです。めっちゃ可愛いですよね。もう大好きです。ここは私が大学生の時からよく通っているお店で、今まで財布やポーチをたくさん買いました。母にも誕生日にプレゼントしてから親子揃って綾小路の大ファンです。いつも一緒に撮影してくれるハンちゃんにもお土産を買おうと思います。こういうのハンちゃん好きそう。多分色もいっぱいあるからめっちゃ迷ったんですけど、この小豆色の財布にしました。私もお揃いで財布とポーチを買いました。最高。今日は河原町あたりでたくさん遊んだんですが、最後はバスに乗って京都駅の方に行きました。京都はバスの移動がめっちゃ便利ですよ。実は私の弟が京都駅の近くでアルバイトをしているので、ちゃんと働いているか覗いてやろうと思って来ました。立派に仕事しているところも見ることができたので、お姉ちゃんは安心して帰ることにします。ちなみにこれは京都タワーです。東京タワーだけじゃなくて京都にも京都タワーがあるの知ってましたか？皆さん、私の青春の街京都はどうでしたか？まだまだ見せたい場所がいっぱいあったんですが、夜になっちゃったのでそろそろ帰ります。皆さんが日本に来てやってみたいことは何ですか？ぜひコメントしてください。お母さんもカメラマンありがとう。Surprise, motherfucker.どうぞ。たっくん。で、お話というのは？私たち、こんな本を作ったんです。ほう。この本の中に語彙、文法、読解、聴解、全部入ってるんです。おお。あと、模擬試験も入ってるんです。模擬試験も？しかも、2回分です。2回も？いや、しかしこの語彙のところは日本語しかありませんね。これじゃ勉強ができない。モニターにあります。ここに全部翻訳があります。
なんだって？こんな本、初めて見ましたよ、坂川さん。日本語能力試験の内容が2冊に全部入ってるなんて、すごいですよ、坂川さん。これは素晴らしい本だ。ぜひ、うちで取り扱わせてください。そうでしょう。JNPT、この一冊で合格する N1、N2、N3、5月23日に発売します。みんな買ってねー。